はい、こんにちは。日本の数学オリンピックの予選の問題、出題年度はまあ当然2018年です。で、これはまあ結構、まあ単に合同式をなんとか使っていけばできるかなという話なんですけど、私は最初これ見たときに、まあ1、4本の2018乗が1、5本で割った余りっていうんで、まああの、レピニット数、1が並んだ数って、まあもちろん2018乗はしないですけど、2乗は楽なんで、ついしちゃったんですけど、あのデペニット数1が並んだ数2乗すると回分になる。これはあの電卓遊びでよくやってたんで、123456789765431ルートって押すと1が並ぶと、あ面白いってやってたんで、まあ2乗は楽なんで回分になる。でまあこれの割り算もまあすごい計算が楽だからついやっちゃったんですけど、15本で割った余りは1,2,3,4,5 って引き算も楽なんで2,3,2,1で降りてきて1,2,3,4,5 って1,1,2,1で1,2,3,4,5で、ああちょうど1000なのかと、10の3乗かということで、1,4本の2乗が10の3乗と5度なのかというふうにはーんと思ったんですけど、これあの私散々あの合同式は別にマイナスでもいいんだと言ってたんで、今にして思えばこれ引き算で別にもっと楽に4本から5本引くとマイナス1万ですよね。ってことはこれ合同マイナス10の4乗ってことは、これは合同これ2乗をすればいいんでプラスになって10の8乗まあこれ両方やると、ああ10の5乗がモッド1,2,3,4,5で1なのかと、これ両方やるとこれで気づくんですけど、別に10の5乗がモッド1、5本で1なのは別にこんなことしないでごく普通に、1が並んだ数っていうのは10のべき乗から1引くと9がいっぱい並びますよね。9が N 個並びますね。を9で割ったら1が N 個並ぶんで、1,2,3,4,5っていうのは10の5乗引く1を9で割ったもの。これまた単なる等式なんで、分数でできてもいいし、両辺9かければ 9×1,2,3,4,5 は10の5乗引く1と。これ当然1本くっつけても構わないんで、合同モッド1,2,3,4,5。そうするとまあ、モッド1,2,3,4,5本で10の5乗が1ということが分かると。で、4本の2乗が10の3乗と合同なんだから、今知りたい1,2,3,4の2018乗っていうのは、合同1,2,3,4の2乗の1,009乗ですか。なんで、合同10の3乗の1009乗だから3027乗と。で、10の5乗が1なんで、これは合同10の605で3025。かける10の2乗。で、これが1なんで、結局、10の2乗というふうに出ますということですと。で、以上です。ありがとうございました。